はいはい、どうもペンギンです。キングダムハーツ2実況プレイ続きやっていきます。前回ビーストキャッスルのザルディーンを倒したので、今度ポートロイヤルに行きたいと思います。ザルディーンとかめっちゃ強かったんで、なんかサクサク進むような気はしないんですけど、まあ、とにかくやっていきます。こっからもう13機関をバンバン倒していくような感じになるんでしょうかね。港の方だね。行ってみよう。前作はですね、力押しをすればなんとかなったんですよ。ガードアップとかパワーアップとか使いまくって、その力押しをすれば正直勝てる敵ばっかりだったんですけど、今作はそういうわけにもいかんくって、三角の便利ボタン、ギミックをどんどん使っていかんと、港の方に行きましょうか。勝てなくなってるので、ゲーム性としては、ノラ、手伝え！ソラ、ドナルド、ノラ、ノラ、ヒラノル、ノラ。はいはい。スパローか。前回はドナルド入れたんで、グーフィーで行こうかな。アイテムは、まあ、特にないかな。海賊たちを全滅させろ。すごい、ゲーム性としてはね、安定というか、なんていうんですかね、誰でも遊べるっていう感じじゃないんですよね。やっぱりちょっと難易度が上がってるような、クラウドモードで遊んでるっていうのもあるんでしょうけど、やっぱり強いんですよね、敵が。三角ボタンが死んでるな。ダメージも全然入らんし。でもね、今41レベルまで上がってるので、結構ねサクサクと倒せるんですよ、ザゴ敵は。今のは呪われた海賊だろ。金貨の呪いはなくなったはずなのに、どうして。どこかに欲張り野郎の仕業だろうな。そうきたか、俺が信用できないと。海賊ってもんが分かってきたよな、ジャック・ソラ。エリザベス、厄介事の匂いがプンプンするぞ。待って、ジャック、力を貸してほしいの。ウィルが呪いの金貨の様子を見に死の島へ行ってるの。最近また呪われた海賊が追いついてるでしょ。その原因を調べに行ったのよ。ブラックパール号で私をウィルのところへ連れてって。ほら来た、奴を助けたいなら一人で行ける。バカにしないで、ウィルは強いから助けなんて必要ないわ。じゃあどうして。島へ行って金貨を確認するべきだって最初に考えたのは私なの。それなのにビルったら一人で行ってしまったのよ。彼が心配なの。私も行ってこの目で確認したいのよ。ビルに同情するよ。さあジャック行きましょう。待てよ、俺に何の得があるんだよ。もちろん俺はするつもりよ。考えておいて。海賊じゃなくて私たちの常識の範囲でね。よし、引き受けた。それで引き受けるんか。これ取りたいよね。どこやっけ、ビーストキャッスルに、なんかこういう高いところにあるピースっていうのが2つあったんですけど、ファイヤーを使ってくるハートレスがいてですね、そいつが火球っていうんですかね、なんか火の玉を出すんですよね。でその火の玉に当たるとものすごい爆風で上に飛ばされるっていう効果があるんですけど、それを使うと取れたんですよね。なので多分あそこにもその火の玉を出すハートレスが出てきて、
ここもそうですけど、多分取れるんじゃないかな。もしくは空を飛ぶ敵にエアコンボをめちゃくちゃ当てまくってどん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 上に上がっていくみたいなので多分取れると思うんですが、死の島へ行きましょう。いいね、 BGM いいね、やっぱり。ここも選出にセーブポイントあったんですよね。一回セーブポイント触っとってよかった。あ、そうか、月明かりか、月明かりに当てんとこいつら倒せんのやっけ。じゃあドナルドの方がいいんかな。強いっていうか高いんやけど、タートレスは普通やね。硬いな、全然ダメージ通らんし。よし、ポーションがまあ足りん。ポーション使いまくるんで、なんか本当にワンパート10個ぐらい使ってる気がするんですよね。インターセプター号発見。ウィル、やめてよジャック、ウィルを連れ戻さなくちゃ。ウィル、起きて。エリザベス。何があったの？僕は、そう、海軍を説得して死の島へ行ったんだ。金貨が宝箱ごとなくなっていた。そこへ黒いフードで顔を隠した男が現れて襲いかかってきた。13機関だ。なんとか逃げ出したけど、あいつは怪物を僕たちに差し向けた。恐ろしい怪物だ。インターセプター号の船員たちはみんなやられてしまった。ウィル、エリザベス、僕は少し疲れたよ。少し疲れたよって、ネロとパトラッシュか。俺たちの出番だ。何が起こるかわからないから準備を忘れずにね。俺の船で勝手に話を進めるな。この話は終わりだ。怪物なんて相手にしたくない。逃げる気？その通り。うん、逃げるのも一つの作戦ですけど。夜明けのピースか。一瞬地味に目も開かせてください。コレクションのピースパズル。表裏がね、こうか、あと1枚か。これもあと1枚、これもあと1枚と。夜明けとか多いな。夕暮れも多い。これもまあ裏でやるかな。どうやろうか。まあまあそんな感じで時々やります。じゃあ怪物倒しに行くの。ジャックは相変わらずだけど、とりあえずウィルが無事でよかったわ。でもこの感じは何かしら、なんだか妙な胸騒ぎがするの。やつらいきなり怪物を差し向けてきた。まだ近くにいるかもしれない。少し休ませてもらうよ。みんな気をつけてくれ。いるかもしれない。言っておくが、怪物だとか呪いだとかそういう話はごめんだからな。ほら、船を出すからお前らもさっさと持ち場につけ。勝手に乗るなよ。
やっぱり十三機関だ。任せて。呪いの金貨に引き寄せられた人の心の闇、渦巻く欲望の化身たるこのハートレス。さて、我ら十三機関の力となるのだろうか。おお、バーン先生か。試す機関。その通り。テイルズ・オブ・ジ・アビスのバンデス・デルカですよね。バーン先生の声。多分。もしくはケロロ軍曹のギロロ総長の声。これリミットフォームでいきなりぶちかまして OK かな。マスターフォーム行こう。マスターフォームでぶちかまそうかな。多分ね、こいつはそんなにね、強くないと思う。こいつそんなに強くないな。リミットフォーム、ブレイブ使う、ドライブか、ドライブ使うまでもないかもしれんすけど。あ、解除された。限界点ってやつか。でもだいぶ減ったんじゃない？こいつそんなに強くないな。全然強くないし単調やな、こいつ。この回転技の時にちょっと警戒しとくぐらい。なんて名前なんでしょうね、あのバン先生の声の人。13機関です。あれ頑張ったら取れそうなんやな。すごい終わりそう。ラストかな。よし、エアサイドスラッシュ。追い出せ。了解。パーレイ。何？パーレイ？海賊の掟だ。パーレイが宣言されたら俺は交渉に応じなければならない。今は関係ないだろ。その通り。でも仕方がない。こんな掟を考えたやつを恨め。それで、なんだ？この宝箱は慎んで返却しよう。そりゃいいね。え？条件は？記念に数枚金貨をいただいておこう。はあ？大変だよ。金貨が足りないと呪いが解けないよ。海賊を甘く見るとどうなるか見せてやる。ほう。ソラ、ドナルド、ルフィ、行け。撃て！また金貨を取ったの？いつそんなチャンスがあったんだよ。チャンス？どうして呪われてるのかな。思うに、あの化け物にやられた時だ。でもどうしてお前たちは呪われないんだ？そこまでじゃないからよ。失礼だぞ。本当にどうしてだろうな。もしかしたら、僕たちはこの世界の住人じゃないからかな。ルールが違うじゃん。そっか、よそ者だもんな。いつ家に帰れるんだろう。そりゃなんてさ、呪われなくてラッキーだな、俺たち。おい、
ごちゃごちゃ話してないで使える船を探せ。意外ですね、ここに来て空のホームシックが出るとはね。まあ、出ていきましょうか。居合系か。いた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 。ちょ、痛いって。あー、ブレイブか。ブレイブなと思った。ランススナッチ。ブレイブフォームじゃないんですよね。チェンジでグイピーをドナルドに変えて、多分ね、魔法じゃないとこいつら倒せないんですよね。って考えると多分グーピーよりもドナルドの方が悠長にさ宝箱開ける場合じゃないって。痛いって打つなって。ちょっとこの明るいところにさ、こうおびき出さんと。よし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 。ちょっとこう引いて。めんどくさいなこいつら。月明かりの下じゃないと倒せんと。で、あそこにずっとピースが見えてるんですけど、それだ、夕暮れか。宝箱もチラチラあるみたいで、ちゃんと拾っていかんと。満たされる魔石か。雫とか魔石とかかけらとか、どれが効果なんかよくわからんですけど、とりあえず拾っていけるものは拾っていきますよ。よし、ランススナッチ。大ダメージが与えれるみたいですね。敵の力を利用して叩きつけるみたいな。三角ちょっと難しいな。見てないと、意識しないとできん。おい、捕まえるぞ。とりあえず一匹目か。ノーバディから金貨を取り返す。倒してしまえばいいんじゃないの。よし、楽勝。一匹やったら楽勝ですね。あと3枚だな。どうしてわかるの。海賊の目は何も見逃さない。生き残るには欠かせない能力だ。こら、あれわかった。みんな無事。あの女、すっかり海賊気分だな。呪われた金貨。地図。なんかアイテム取り逃しとったんで、もうちょっと探索したかったんですけど。ジャックその姿気持ち悪いわ。誰のせいでこうなったんだ。エリザベスは関係ない。13期間だよ。全部あいつらが悪いんだ。どこへ行ったのかな。あの黒い服の男は呪われた海賊や怪物を連れて不思議な穴に入っていった。僕たちは船長室に隠れて様子を見ていたんだ。自慢の腕で戦えよ。正直に言おう、とても僕の手に負える連中じゃない。そりゃそうだろうけど、そら、おそらく君たちじゃないと無理だ。うん、分かってる。まず金貨を全部集めよう。そうしないと呪いは解けない。つまり何度戦っても怪物は倒せない。
回戦室に入ってセーブポイントに触りたい。じゃあ戻れるかな、どうやろう。せっかく片っ端から行けるところに行ってメダルを探すんだ。そうか、行くたんびにこいつらとエンカウントするのめんどくさいな。光の下に感慨攻撃が当たらんでしょうよ。下か、詰まっとるやん。やっぱりちょ、痛い痛い痛い。耐久ありすぎやろ。こっち側から攻めて、あの火炎か、あの火炎に当たればひょっとすると、アブセントシルエットってやつか、区内みたいな。ノーバディが逃げ出す前に金貨を取ります。結局ここに勝ったらいかんのか。逃げられた、結構むずいな。隠れている、ノーバディから。お前じゃないな。でもこいつらの相手しよったら絶対ダメやもんな。多分ここのどっかにおるんじゃない。あった、こいつをさっき優先して倒そうか。よし、他のエリアのノーバディを探そう。海賊を倒してノーバディを引きずり出せ。ちょっとこっちに来てほしいな。ちょっとこっちに来てほしいな。押せんか、押せんな、ノーダメージは押せんな。あ、そういう時にマグネか。魔法マグネ。マグネじゃない、マグネ。こいつさ、動いてくれんっつうか。もうちょっとさ、こっちに来てくれんかな。そう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 、よし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 、いいところに行った、いいところに行った。ちょっとナルド、そんなに攻撃したら。よし、エリアルコンボしたらめっちゃ吹っ飛んだ。こっち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 、みんなみんなこっち、みんなこっち、みんなこっちおいで、みんなこっちおいで。よし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 、そう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 。ちょっとこっち、ちょっとこっち、ちょっとこっち、みんなこっち、みんなこっち、
集合集合、よし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 。これはコツがいるんね、だいぶ力押しをしただけでは勝てない。みんなこっち、みんなこっち、みんなこっち、はい、こっちこっちこっち、集合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 、よし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 、よし、やっとできた。こいつ自体はそんなに強くないんですよね。 OK、 あと1枚闇に潜むノーバリー、ロックオンできたら意味ないでしょう。ラストこいつか。よし、これで4枚揃えたぞ。金貨が4枚全部揃ったぞ。宝箱はどこだ。奴らがどこへ行ったのかだな。ポートロイヤルじゃないかな。どうして。13機関は人の心を集めるんだ。だから人がたくさんいる場所に行くはず。町の人をどうするんだ。幸せにするとでも思ってんのか。どこから来た何者だか知らないが、あいつらの好きにさせるのは気に入らない。ジャック。うん、その通りだ。おい、さっさと配置につけ。ということで金貨を4枚すべて集めましたので時間もいいとこなので一回ここで終わりにしたいと思います。次回ポートロイヤルに行って、おそらく13機関のあのバン先生と戦うんじゃないかなと思います。よかったら続きも見てください。ペンギンでした。